スティカ。パラスティカの豆だと澤出です。今日は巣鴨の地蔵通り商店街で食べ歩きです。わー、商店街って魅力的だよね。すごい美味しそうなものがいっぱいあったので、ここで食べ歩きます。食べ、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 パラスティカ。あ、かき氷あるよ。え、かき氷、かき氷やん。いいな。あ、素晴らしい、人もそんなめっちゃいるわけじゃないしな。そうそう、おいしそう。めっちゃおいしそう。なんかあれ思い出すね、名古屋。名古屋じゃなくて京都。食べた食べた、食べたよね。うん、何がいいですか。買ってきます。じゃあね、タコ棒。タコ棒、うん、オッケー、ありがとう。めっちゃ熱いぞ。嘘、熱々？熱々。チーズ棒買ったので、はい、食べます。美味しそう。お稲荷さんみたい。あ、本当だね、確かに。いただきます。中にチーズ入ってるんですけど、うん、温めてくれたからトロトロしてて、美味しい。結構ボリュームあるね。でかいよね、うん、アメリカンドッグぐらいありますけど。でもみんなまとめて買ってた、何本も何本も。あ、ほんと、うん、多分お家で食べるんだと思う。あー、いいなね。でもなんかこう口ついてるから食べ歩きにもぴったりかなって、うんうん、思います、うん、私はタコ棒、めっちゃでかい。あ、タコ結構そのまま入ってるんだ、ね、いただきます。美味しい。紅生姜も入ってるから、うん、たこ焼きっぽい、うんうん、味の雰囲気が。結構味もしっかり塩気が効いてて、めちゃくちゃ美味しい。かかんちゃん、やばいだろ、買ったら。なんか取り付いてる、だってお尻のとこにあんちゃんついてる。かわいい、あんちゃんついてんな。ありがとうございます。あ、これ大好き。あ、大好き、ありがとうございます。すいません、カリカリのやさしもらいました。ありがとうぜ。抹茶のアイスキャンディ、こういうの夏いな。アイスキャンディってね、あんま食べないよね今ね。そうそう、うわーいいなー。すごい濃いね。濃い濃い。いただきます。かじるなって言われてんのにかじるんでしょ、一応。なめろって言われた。歯折れちゃうわ。すごい濃いのに全然苦くない。へえ。なんか抹茶を本当に飲んでるみたいな感じなんだけど、苦味は全然なくて、このちっちゃいのにギュって抹茶が凝縮した感じ。うん、めちゃくちゃ美味しい。パラスティカ。これ金ごまミルクなんですけど、ごまの粉末をかけてくれました。うわー、すごい、いい香り。ってかもう店内がすごいごまの香りして、うんうんうん、体にいい匂いしたわ。今もここにいても香るね。うん、めっちゃごま。マジ？こんなごまのアイス食べたことないってぐらいごま。美味しい。もうそのソフトクリーム自体にもごま入ってるの？入ってる。わあ。これにもごま。すごい。多分ね。もう分かんなくなっちゃったもん、こんな。黒ごまもあったけど、うん、みんなこっちの方食べてるね。おいしい。これは絶対食べた方がいいわ。アイス食べてる罪悪感全然感じない。あ、分かるかも、その感じ。ね、うん、あるあるじゃない？うんうん。ぜひ皆さん食べてみてください。めっちゃ美味しい。パラスティカ。はい、もうちらがいつもよく見かけたらね、いつも立ち寄る杉養蜂園の蜂蜜ドリンク。もうすいません、巣鴨とかも正直関係ない。これいただきます。いや、熱すぎる。いただきます。はい、美味しい。あ、マジでうまいよな、これ。なんか種類、巨峰とか、そうそう、ゆずとかかりんとかいっぱいあるんですけど、ゆずが一番おいしい。これが一番おいしい、うん、
あのね、蜂蜜苦手な人とかでも全然飲めるよね、これ。めっちゃ飲みやすい。しかもね、めっちゃ甘いの。蜂蜜とこの柚子の配分が神だよね、ここな。ぜひ杉陽宝園の蜂蜜ドリンク、ぜひ皆さん飲んでください。あ、麻布でも飲んだもんね。そう、麻布にもあって、うんうん、名古屋でも飲んだ。だって京都でも飲んだ。京都でも飲んで、巣鴨でも飲むから、結構いろんなとこにあるのかな。ね、どうでした、あの巣鴨の食べ歩き。いやー、よかったね。連帯的にこう落ち着きがあってさ、すごい過ごしやすい空気が流れてた。うちらみたいなね、あの若造でも全然楽しめたね。うん、私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。